宇宙世紀0079、10月6日。テストパイロットだった私は、アプサラス計画につながるザク改良型のデータ収集のため連邦軍勢力下のエリアに侵入していました。私たちは偶然にも連邦軍のモビルスーツ隊と交戦することになってしまったのです。いつでもどうぞ。敵だと？なんでこんなところに。このままでは。うわあ！支援機、聞こえますか？援護を頼みます。了解。アイナは無事に任務を果たすことに成功した。入手した実戦データは今後のモビルスーツ開発に役立つことだろう。地球に降りた私は、お兄様が開発されている新型モビルアーマーアプサラスのテストパイロットとして高高度からの飛行実験を行っていました。2度目のテストで荷重率のテストを行ったところ、機体が姿勢制御不能となり高度が維持できないまま連邦軍の勢力圏内に入り込んでしまっていたのです。アイナ様、ご無事ですか？なんとか姿勢コントロールも回復しました。振動も収まりはしましたが。わかりました。先ほどのトラブルにより連邦軍の勢力圏内に入り込んでしまいました。飛行ルートに従って離脱しましょう。わかりました。なんとか連邦軍の勢力圏から離脱できました。これより帰還します。トラブルがあったものの、アイナ・サハリンはアプサラスと共に無事に帰還することができた。今回の実験で得られたデータはアプサラスの改良開発に役立つことだろう。お兄様の夢、アプサラスの開発は順調に進み、私は砂漠に作られた砂漠場でメガ粒子砲の発射実験を繰り返していました。実験も大詰めを迎えようかという頃、砂漠場で敵の待ち伏せを受けたのです。全システム異常なし。これより発射テストを行います。了解。いつも通り砂漠上のターゲットを破壊してください。トラブルがあったものの、アイナ・サハリンはアプサラスと共に無事に帰還することができた。今回の実験で得られたデータはアプサラスの改良開発に役立つことだろう。アプサラスの開発は順調に進み、いよいよ実戦テストを行うことになりました。攻撃目標は連邦軍部隊。広範囲に展開している敵の最も弱い部分を一気に破壊するという作戦でした。アプサラス、発進します。アプサラスに搭載されたメガ粒子砲の威力は絶大で、機動力と火力を生かした作戦は予想通りの成果を上げることができた。今回のテストで収集したデータにより、ジャブロを攻撃の準備は整ったと判断したギニアスは、ジャブロを攻撃作戦を実行するためアプサラス開発基地を脱出した。アプサラスは実戦データの収集も終わり、最終調整を終えました。完成したアプサラスでジャブローを直接攻撃して破壊する。お兄様の夢を実現する時が来たのです。私はアプサラスのコクピットの中でノリスの攻撃目標発見の報告を待っていました。ジャブローの入り口を発見しました。
位置を送ります。確認しました。アプサラス、発進します。目標に接近、撃ちます。目標に命中を確認。作戦は成功です。アイナの放ったメガ粒子砲はジャブローの厚い岩盤を突き抜け、ジャブロー基地内に到達。一瞬で基地を壊滅状態にした。この一撃により大損害を受けた連邦軍は抵抗する力を失い、ジャブローは陥落した。